山口戦、得点おめでとうございます。ありがとうございます。まず振り返っていただけますでしょうか。はい、いい形でボールを取れたと思うし、それには前線の選手、中盤の選手、ディフェンスラインの連動があったと思うので、いい形で自分の中に入ったかなと思うし、自分の強みが、存分に出たゴールだったかなと思います。まずセフン選手が、カットした瞬間にもう動きが連動してたってことは大きかった、はい、そうですね、はい、そこの部分は試合前から、意識していたし、奪ってから前に出ていくそこの速さは自分のストロングでもあると思うので、うまくコントロールができたことを流し込めたことが全てだったかなと思います。非常に、はい、ほっとしています。フォワードなんでゴールを決めることが仕事であるし、それが一番の薬なので、ここからまた次も取れるように準備しなければいけないと思っているし、連勝するチャンスがまた来ているので、チーム全員で勝ちたいです。その試合前の練習でかなり長い時間ゴール前でのシュートのところを時間割いてトレーニングしましたけど、そういった形が、そういった中で、いろいろな形で得点ができたことはチームにとってプラスだと思うし、誰が出てもっていうところはあるし、先発を変えてもこういった結果が出たことはいい競争が生まれるのかなと思います。どうですか、秋葉監督になってエスパルスが一番変わったところっていうのはどういうところだと思ってますか。サッカーに必要な根本なところ、を引き出してくれる監督で、アグレッシブに戦うところ、そういったことが、勝率を上げるきっかけにもなるし、その大事な部分っていうところを引き出してくれているのかなって思うので、選手もそういったものをトレーニングから出しているので、誰が出てもっていうところにつながっていると思うし、カップ戦だろうがリーグ戦だろうが、出た選手がそれを表現してくれれば、これから続く長いシーズンを全員で戦い切れるのかなとも思います。これで